きます。おお、おお、うわー、いやマジ食べてほしい、これみんなで作ってほしい、めっちゃうまいけん。ひごてっちゃん、はい、こんにちは、ひごてっちゃんでーす。今日はですね、皆さんが大好きな韓国料理海鮮チヂミを作っていきたいなと思います。今から教えるのが、またもうお店より美味しいチヂミをね、作っていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんも家庭で作ってみてください。それでは行きましょう。まずはニラを切っていきましょう。まあ、食べやすいサイズ、まあこんくらいよね。今日の、材料はニラ、そしてまあ海鮮チヂミなのでエビと椎茸、人参。なんかこの置き方おかしくない？これなあ、寝せよ。さすがにこれはこうしとこう。でこれやっていきます。もうはこれはもう小屋子粉で使うのは小屋子粉で、小屋子粉いきます。あんま入れたらあれです。これを食べやすいサイズ。俺はね、こっち外す。では椎茸、ヘタを取ります。両方したら、これはもう半分に切って、どう、料理センスあるの俺。食べやすい大きさに切りますと。はい、このボウルに入れていきます。最後はエビはね、もう全然使えるからね。よし、これでニラはもう切ったんで、これでこれで完了です。下処理は完了です。次は生地を作っていきます。これから皆さん覚えてください。もう3人前で今日は作っていきたいと思います。で、まず小麦粉が180、1人前だと 60g でいいんだけど、 3人前だと180。これはね、俺が学生時代ちょっと師匠に教えてもらったチヂミの方法なんだけど、水が300、3人前で入れていきます。まあ480まで入れていこうか。480、よし、これに卵3個割っていきます。卵3個割っていくよ。はい、入れました。そしたら、白だし、チャップ3杯。OK です。
で最後に塩をここで3つまみ入れていきましょう。皆さんあんま入れると辛いけんね、やっぱほどほどに。3つまみよし、こんくらい、こんなもん。あんま入れると辛いし、これで混ぜていくと。とこれを入れると。これをね、さっきの具材を全部入れて混ぜていくと。これであと少し混ぜたらもう完成。生地はどうですか、美味しそうですか。それでは焼いていきます。まずごま油を入れます。まあこんくらいでフライパンに馴染ませて、で生地の入れ方があるんですけど、まず具を先に多めに入れるのがコツです。まあ3人前なんでそこは加減して、まあこんなもんかな。あとに、あとで生地を入れるような感じで。こんなもんかな、こんなもんか。はい、これに蓋をします。で、これからだいたい5分ぐらい待ちます。はい、5分経過しました。それではひっくり返します。それではひっくり返します。おお、おお、やばめじゃない。で、ここで少々ごま油を振ります。で、ちょっと混ぜて、まんべんなくごま油が行き渡るように混ぜて、こっからまた 2分、これは少し先寄り中火ぐらいで行きます。よし、経ちました。2分、うまそうでしょ。これはでっかいひっくり返します。いいね、最強だ。あとはちょっと最後は強火で、で最後にね、まだ気持ちね、ごま油ね、まあ、油なるけどね、最後は気持ちごま油入れたらうまい。これうまいよ。最後はカリカリでいくよ。よし、よし、これで完成になります。見てください。よし、それでまな板に乗せていきます。おお、よし、うわ、見た、こうサクサクが入れてた。完成でーす、完成でーす。それでは盛り付けていく。それでは食べていきたいと思います。これがうまいんだよね。またもう絶品。一応ポン酢で、待って、腕上がった。これマジでうまい。何がうまいというと生地、このサクサク感とニラ。
そしてね、まだ椎茸がね、もう最高。認知をもうマッチしとる、このチヂミ。で、ぜひね、みんなも、海鮮チヂミ、作ってみてください。で、韓国料理編、パート1、海鮮チヂミでした。次は、韓国料理、パート2、何でしょうか、お楽しみに。いやー、塩ないね、これ。足りるこれ。砂糖でした。砂糖でした。弱火にして、ごま油入ってにゃごま油入ってにゃ、もう開口終了